こんにちは。今日はとってもいいお天気ですね。5月5日子どもの日。なんと今日はこちらの馬のレイカちゃんのお誕生日です。おめでとう。レイカちゃんは去年生まれたばっかりなので今日で1歳になります。女の子、とってもやんちゃで食いしん坊な可愛い女の子です。このレイカちゃんについて今日は紹介していきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。よいしょ。お名前はレイカちゃん、女の子。お誕生日は2019年の5月5日、去年の今日生まれました。種類はパラベラと言います。パラベラは馬の種類の中で一番小さな種類と言われています。アルゼンチンが原産で、名前の由来はパラベラ家、パラベラさんがこの品種を作ったことからその名前がつきました。大きさ的にはだいたいこのレイカちゃんのサイズが大人のサイズまでと言われています。普通のお馬さんと比べるととってもちっちゃいんですね。ご覧の通り、人が乗ったりすることはできない種類ですので、ペットとして飼われていたり、この知能の高さやおとなしさから盲導馬、盲導犬と同じお仕事をするお馬さんとしても活躍を期待されているお馬さんです。レイカちゃん、私的に可愛いポイントが2つあります。まず1つ目、この尻尾見てください。とってもふさふさ可愛いんです。他のお馬さんに比べるとちょっとふわふわです。もう少し固めなお馬さんが多いです。よく馬の尻尾の長さどこまでかわからないよっていう人もいるんですが、実はこのあたり、骨はこの辺、見えますか？半分ぐらいまでしかないです。あとこっから下は全部毛。この尻尾を振ることによってお腹などに集まってくる虫を追い払ったりすることができます。そしてレイカちゃんのおすすめ可愛いポイント2つ目、お顔にご注目ください。このたてがみに隠されたおでこの白い模様、見えますか？ここです、この白いところ。実は隠れてるんですけど、ここに模様があります。とっても可愛いです。お顔も目がキュルキュルしていて、個人的な意見ですが、うちにいるお馬さんで一番可愛い子だと思います。もう一頭今日はお馬さんを紹介したいと思います。よいしょ、ご紹介します。こちらがハーフリンガーという種類のお馬さん。お名前はミルキーちゃんです。先ほどレイカちゃんは私の腰のぐらいまでの高さしかなかったんですが、ミルキーちゃんは私の身長とほぼ変わりません。お馬さんはこのように大きい子から小さい子までたくさんの品種があります。ミルキーちゃん、さっきから私の方を気にしてますが、これは私のポケットに人参が入ってるのが分かってるからなんです。とっても賢いですね。ちょっと1本あげてみましょう。こうあげてみると口を開けて一気に食べてしまいます。お口の大きさも全然違いますね。ミルキーちゃん、こう見えてもう25歳のちょっとおばあちゃんお馬さん。ハーフリンガーはとっても力持ちなので、人を乗せたり荷場所を引いたりするのに活躍するお馬さんです。このミルキーちゃんも動物王国ではたくさんの人たちを乗せるお仕事を頑張ってくれています。ありがとうミルキー。それではレイカちゃんの方まで戻ってみましょう。先ほどミルキーちゃんにあげたこちらの人参、そして私のもう片方のポケットにはキャベツが入っています。レイカちゃん、今日お誕生日ということで、どっちが好きな方をあげたいと思います。さあ、どっちが好きだと思いますか？どっちだろう。皆さんの予想はどっちの方が高いかな。じゃあ試しにあげてみますね。レイちゃん、草に夢中なレイカちゃん、どっち食べる？どっちがいい？キャベツ。キャベツに行きました。これはちょっと意外でした。人参の方が好きだと思ってました。お馬さんは結構甘党な子が多いので、甘いもの、例えばリンゴだったり、場所によってはお砂糖を食べるお馬さんもいるみたいです。キャベツや人参だと、だいたい人参の方が甘さがあるので、人参を好むお馬さんがこの動物王国だと多いです。あ、人参も食べましたね。この後はレイカちゃんをあちらのハーシジャーナハーに放して元気いっぱい走ってもらいたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。こっちだよ。歩いてる後ろ姿もとっても可愛いんですよ。さあ、それではレイカちゃん、元気よく運動してらっしゃい。ゴー。草に夢中ですね。とっても食べるのが大好きです。
少し皆さんからのご質問に答えていきたいと思います。子によっては好きなものから食べる子も多いです。たくさんコメントいただいてますね。あ、大間さんなの、大間さんはあの競走馬で皆さんよく知ってると思うんですけど、足はとっても速いです。競走馬で活躍しているサラブレッドとかだと、だいたい時速最高100キロ以上出すことができますね。レイカちゃんでも本気で走ったら70キロぐらい、車と同じぐらい走ることができますよ。そうですね、レイカちゃんとってもお腹ポンポコリンです。サラベラっていう種類がこういうふうに体がちょっとムチッとした可愛い体格ですね。レイカちゃんは今日で1歳になりました。あ、今日もお誕生日の方もいらっしゃるんですね。おめでとうございます。お揃いですね。大間さんは基本的にずっと1日をかけて餌を食べる動物なので、基本的にお腹がいっぱいになるまで食べてることが多いです。家で飼えますか？お家で飼ってる方もいらっしゃるみたいなので、お家の中でも飼えないことはないと思います。あ、動物王国に来ていただければ触れ合うことはできますので、ぜひまた皆さんが遊びに来ていただける日を私たちも心待ちにしておりますので、ぜひお越しください。あ、会いたいですっていうお言葉たくさんいただいてますね。あ、馬の鼻が好きなんですけど、私も好きです。とっても実は馬の鼻って柔らかいんですね。人間の鼻先が柔らかいのと同じ感じです。これもぜひ今度皆さんに触っていただきたいですね。換毛しますか？あ、します。ちょうど今が暖かい時期に変わる途中なので、冬毛から夏毛に生え変わっています。こんな感じで今毛がパサパサ、すごくすぐ抜けちゃいます。ブラッシングするとごっそり抜けますよ。あ、手でこうやって撫でただけでも見えますか？たくさん毛が抜けます。夏毛の方が短めですね。あ、確かにこれぞ本当のポニーテールです。草や人参以外には他に何を食べますか？草や人参などのお野菜はおやつ程度にあげていて、基本的には、草食動物、草を食べる動物用の餌をあげています。あとは、こういう生えている草だったり、乾燥させた草をあげたりしていますね。あ、皆さん結構、早く会いに行きたいっていう声が多いみたいです。とっても嬉しいです。私たちも皆さんにまた会える日を心待ちにしながら動物たちと元気に過ごしています。手紙を買ったりカットしたり結んだりすることはありますか？あんまりめったに切ることはないです。ただこれだけ長いので飼育員の遊び心でたまにちょっと結んだりもしますね。換毛は何回しますか？そうですね、この暖かい時期と寒い時期の間に行われるので、この今冬から春にかけてと、今度は逆に秋から冬にかけての年に2回生え変わります。とってもモフモフなので、そうですね、私もすごく皆さんにこのレイカちゃんも触ってもらうのが大好きなんですよ。お名前も呼ぶとすぐ誰にでも近くに来るぐらいとってもいい子なので、ぜひ皆さんにもレイカちゃんって呼んで、そしてたくさんなでなでしてあげてほしいです。靴下履いてるみたいで可愛い。そうですね、足の先っぽだけ白い色が出てるので靴下っぽいですね。体重はだいたい今75キロぐらいあります。もうだいたい大人のサラベラと同じぐらいですね。
さて、ここで皆さんにはレイカちゃんの生まれたてのお写真をちょっと見せたいと思います。生まれたほぼ初日のお写真があるのでちょっと見せたいと思います。じゃじゃん、このかわいい写真を皆さんにぜひ見せたい。寿命はだいたい25年から30年と言われているので、まだまだこれからですね。先ほどご紹介した大きいお馬のミルキーちゃんは25歳なので、もう四半世紀以上。だいたい馬の25歳っていうと、人間でいうと60代から70代ぐらいになります。なのでレイカちゃんの1歳はまだまだ成人するかしないかぐらいの若い女の子ですね。一番好きなことは何ですか？そうですね、レイカの今一番マイブームは食べることだと思います。あとは朝一番最初にお部屋から出ると砂の上でゴロゴロしたりしますよ。これは他の馬さんも一緒ですね。皆さんが朝起きて伸びをするのと同じような感じで、砂の上でゴロゴロっとして体を伸ばしたりしています。レイカちゃんのお名前の由来は、ライブは終了となります。こちらのレイカちゃん、そして王国の動物トークイン一同、皆さんのお越しをまたお待ちしておりますので、ぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。